アイテム番号、SCP-1475JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1475JP はサイト、81に存在する定期用井戸物品ロッカーにて保管してください。実験を行う際はレベル3以上の職員2名から許可を取り、必ず屋外で実行してください。加えてアメリカ合衆国のノースカロライナ州にあるサイトに連絡を入れ、規定の場所で待機するよう依頼してください。また、SCP-1475JP-13 を実験に用いることは禁止されています。説明。SCP-1475JP は背もたれに、ウェルカムトゥアメリカと彫られている木製の S です。サンプルの検査の結果、材質は日本産の杉、クリプトメリアジャポニカであることが判明しました。現在、13脚の SCP-1475JP、それぞれ SCP-1475JP、1から13と分類、が財団に収容されています。SCP-1475JP は、人間が座った際に活性化します。座った人物は SCP-1475JP から立ち上がれなくなっている旨を主張し、加えてその時点から刃物で傷つける、火炎放射器で燃やすなどの加害的な干渉を受け付けなくなります。この状態に変化した人物を SCP-1475JP-A と分類します。この時、SCP-1475JP-A の身につけているものもある程度の耐久性を身につけますが、撃墜実験の際に SCP-1475JP-A の衣服が焼け焦げていることが確認されたため、SCP-1475JP-A 本体に付与される耐久性よりも弱いことが判明しています。座った人物が SCP-1475JP-A に変化してからおよそ3分の後に SCP-1475JP-A は小刻みに震え出し、その5秒の後に前方45度の角度で、時速、キロメートルの速度で爆発音とともに射出されます。この時、進行方向に使用外物がある場合はそれに激突し停止しますが、双方に傷は見られません。この現象によるソニックブームの発生は確認されていません。財団の所有するハイスピードカメラによる撮影により、射出時には SCP-1475JP-A は直立の姿勢をとっていることが確認されました。また、射出の瞬間に SCP-1475JP の前方に大規模な火炎が発生しますが、これは他の物体に燃え移ることはなく、熱を発生させません。この火炎は5秒程度で消失します。SCP-1475JP-A は飛行中も意識があり、通信機を持たせることで会話をすることが可能です。また、射出から20秒の後に SCP-1475JP-A は物体をすり抜けるようになり、視認による方法では SCP-1475JP-A を認識できなくなります。この状態の SCP-1475JP-A は GPS 装置の信号及び通信機による音声でのみ認識が可能で、着弾の20秒前に解除されることが判明しています。射出から約2時間16分後、すべて多くの SCP-1475JP-A はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の北緯、と、西経、との地点を中心とした半径20メートルの範囲に着弾します。着弾より3秒で SCP-1475JP-A 排除用な耐久性を失い、通常の人間と同等の耐久性に戻ります。着弾の際にクレーターが発生することはなく、膨大な量の運動エネルギーがどこへ消えているのかに関しては現在調査が進められています。また、なぜノースカロライナ州が主な着弾地点となっているのかに関しては、着弾地点周辺を調査しましたが判明しませんでした。SCP-1475JP は、警察に、爆発の発生とともに負傷者が消失した、という不審な通報がなされたことにより財団の興味を引き、現場に急行したエージェントにより発見されました。この際、維持要請を把握していなかったエージェント、アスカが SCP-1475JP に座ってしまう事案 1475JP-1 が発生したことにより、SCP-1475JP の詳細内情勢が判明しました。目撃者にはクラス B 記憶処理が施されています。また、ノースカロライナ州に着弾したエージェント、アスカにより放心状態になってその場に留まっていた負傷者に対しインタビューが行われ、SCP-1475JP が粗大ゴミとして捨てられていたこと、また途中で旅客機を通り抜けたが誰にも気づけられなかったことが明らかになっています。
その後、全国各地のゴミ捨て場より現在までに最初に収容されたものを除く12個の SCP-1475-JP が発見されました。また、SCP-1475-JP による事件の発生は初期収容時以外には確認されていません。実験記録 1475JP、1。実施日2000年、月、日。被験者、D、1475、1、日本人男性、32歳。対象、SCP-1475JP、1。実施方法、実験室内で D、1475、1を SCP-1475JP、1に座らせる。結果、D、1475、1は SCP-1475JP、A に変化し、SCP-1475JP、1より射出され実験室の壁に衝突すると20秒間静止、その後壁をすり抜けて飛んでいった。実験開始より日本標準時で2時間24分のち、ノースカロライナ州のサイト、より D、1475、1を回収したとの報告があった。D、1475、1は無傷だった。分析。間に使用外物があっても通り抜けることで無関係にノースカロライナ州まで飛んでいく様子。次回から実験は屋外で行う。実験記録 1475JP、2。被験者、D、1475、2、日本人女性、25歳。対象、SCP-1475JP、2。実施方法、D、1475、2に通信機と GPS 装置を取り付け、屋外で SCP-1475JP、2に座らせる。結果、D、1475、2は SCP-1475JP、A に変化し、SCP-1475JP、2より射出された。GPS 装置の示す信号は時速、km で SCP-1475JP、A が太平洋上空を飛行していることを示していた。実験開始から日本標準時で2時間18分のち、ノースカロライナ州のサイト、より D、1475、2を回収したとの報告があった。D、1475、2は無傷だった。分析。通信は繋がったが、空を飛んでいる？寒くはない。早い、以上の情報は手に入らなかった。また、D、1475、には D、1475、1が発見された場所の近辺で発見されたため、SCP-1475JP 群は全て同じ地域に着弾すると考えられる。実験記録 1475JP、5。実施日2000年、月、日。被験者、D、1475、3、アメリカ人男性、35歳。対象、SCP-1475JP、3。実施方法、SCP-1475JP、3を沖縄県に輸送した後、屋外で D、1475、3を SCP-1475JP、3に座らせる。結果、D、1475、3は SCP-1475JP、A に変化し、SCP-1475JP、3より射出された。実験開始から日本標準時で2時間15分のち、ノースカロライナ州のサイト、より D、1475、3を回収したとの報告があった。D、1475、3は無傷だった。分析。射出する場所を変えても到着する時間には大した変化はない様子。また、人種も関係ないと推測される。また、これまでの実験で被験者は全員無傷であったため、以降の実験では特に表記しない。実験記録 1475JP、11。実施日、2000年、月、日。被験者、D、1475、3。対象、SCP-1475JP、8。実施方法、SCP-1475JP、8をノースカロライナ州の着弾地点に輸送し、D、1475、3に通信機と GPS 装置を取り付けて SCP-1475JP、8に座らせる。結果、D、1475、3は SCP-1475JP、A に変化し、SCP-1475JP、8の真上に射出された。通信機によるインタビューでは上空で停止している旨が伝えられ、GPS 装置の信号も大きく動かなかった。実験開始から2時間32分のち、SCP-1475JP、8に D、1475、3が着弾。
SCP-1475-JP、8は破壊されることなく D、1475、3を再び SCP-1475-JP、A に変化させ即座に射出した。2時間12分後に D、1475、3は無事回収された。分析。射出を行う場所は不問であること、また対空時間はどこであれほぼ同じであること、加えて着弾地点に SCP-1475-JP があった場合は再び射出されることが判明した。実験記録 1475JP、12。実施日2000年、月、日、被験者、D、1475、1ほか様々な動物。対象、SCP-1475JP、1から10。実施方法、屋外で D、1475、1を SCP-1475JP、1に座らせ、それ以外の様々な動物を SCP-1475JP、2から10の上に乗せる。SCP-1475JP、1から10はすべて SCP-1475JP、A を1回以上射出したことがある。結果、D、1475、1のみが SCP-1475JP、A に変化し、SCP-1475JP、1より射出された。その他の動物は変化が見られなかった。実験開始から日本標準時で2時間34分後、ノースカロライナ州のサイト、より D、1475、1を回収したとの報告があった。分析。人間以外の生物は SCP-1475JP、A に変化しないことが判明した。実験記録 1475JP、15。実施日2000年、月、日、被験者、D、1475、1D、1475、3。対象、SCP-1475JP、6。実施方法、屋外で D、1475、1と D、1475、3を同時に SCP-1475JP、6に座らせる。結果、D、1475、1と D、1475、3は双方 SCP-1475JP、A に変化し、SCP-1475JP、6より射出された。ハイスピードカメラの映像を確認したところ、2体の SCP-1475JP、A は直立の姿勢で背中合わせになりながら飛行していく様子が撮影されていた。実験開始から日本標準時で1時間56分後、ノースカロライナ州のサイト、より D、1475、1と D、1475、3を回収したとの報告があった。分析。この後3人の場合でも行い同様の結果が得られた。これにより同時に複数人が SCP-1475JP に座っても全ての被験者が SCP-1475JP、A に変化することが確認された。実験記録 1475JP、20。実施日2000年、月、日、被験者、D、1475、1から3。対象、SCP-1475JP、1から3。実施方法、屋外で D、1475、1から3をそれぞれ同時に SCP-1475JP、1から3に座らせる。結果、被験者は全員 SCP-1475JP、A に変化し、ほぼ同時に SCP-1475JP 群より射出された。ハイスピードカメラの映像を確認したところ、3体の SCP-1475JP、A は鎖型の隊列を組んで飛行していく様子が撮影されていた。実験開始より日本標準時で2時間6分後、ノースカロライナ州のサイト、より全ての D クラス職員を回収したとの報告があった。分析。別々の SCP-1475JP に人間を同時に座らせると、同時に該当地域に着弾することが明らかになった。現在その理由を調査中である。実験記録 1475JP、25。実施日2000年、月、日、被験者、D、1475、4、日本人男性、33歳。対象、SCP-1475JP、13。実施方法、D、1475、4に通信機と GPS 装置を取り付け、屋外で SCP-1475JP、13に座らせる。結果、事案 1475JP、2が発生。詳細は事案記録 1475JP、2を参照。分析、事案記録 1475JP、2を参照。事案記録 1475JP、2、2000年、月。
日に財団のゴミ捨て場より新たに回収された SCP-1475-JP-13 の維持要請の確認のために行われた実験 1475-JP-25 の実施の際、事案 1475-JP-2 が発生しました。以下の音声記録は事案 1475-JP-2 の発生時に記録されたものです。被験者 D-1475-4 実験担当者小物研究員富木前半の記録は重要性が低いため割愛 SCP-1475-JP-A へと変化した D-1475-4 の飛行中より開始する。また D-1475-4 は便宜上そのまま D クラス番号で呼称する。 D-1475-4おい、なんだこれ、飛んでる、早い。小物研究員、D-1475-4 周囲の状況を教えてください。D-1475-4、いや教えてくださいったってもう海しか見えねえよ、高いし、速いし、体もどうかねえし。小物研究員、ではそのまま待機を続けて。D-1475-4、衝突音、うお。何かぶつかったぞ、白い鳥みたいな。小物研究員、20秒は経過していませんね。ああ、その衝突では特に影響は、何 GPS 装置の信号の速度が低下した？ D-1475-4、あ、さっきの衝突でなんか外れたぞ。あれ GPS 装置だったのか？小物研究員、はい、少々不測の事態ですがそのまま飛行を続けてください。着弾地点で財団職員が待機しています。D-1475-4。おいちょっと待て、着弾ってなんだ？重要性が低いため割愛、実験開始より日本標準時で2時間経過。D-1475-4。衝突音、うわぁ、死ぬ、死んでない、どこだここ？小物研究員、アメリカ合衆国のノースカロライナ州です。近辺にいる財団職員と合流して。D-1475-4。誰もいないぞ。小物研究員。なんですって、そんなはずは。D-1475-4。いや、人っ子一人いねえ。気配すらねえ。小物研究員。D-1475-4少々付近の探索を行ってください。アスカ、サイト、に緊急電報。D-1475-4。何かやばいのか？小物研究員。いえ、すぐに回収に向かいます。近くに何か目立つものはありますか？ D-1475-4。いや、何もない。向こう側に光が見える。向かった方がいいか？小物研究員。ではぜひ向かってください。20分の沈黙。この間にサイト、に緊急電報を送信。D-1475-4。光の近くに着いたぞ。街灯だった。なんかでかい道路が通ってる。小物研究員。では、近くに目立つものはありますか？ D-1475-4。いやないけど、あれだ。標識がある、地名が書いてあるやつ。小物研究員。では接近し確認を行ってください。D-1475-4。ああ、わかった。沈黙、おい、ふざけんじゃねえぞ、話が違う。小物研究員、どうしましたか？ D-1475-4。ここはノースカロライナなんかじゃねえ、サウスカロライナだ。その後 D-1475-4 はサイトの職員によりサウスカロライナ州のにて発見、保護されました。その後の追加実験により、SCP-1475-JP-13 を使用した場合は 97% の確率でノースカロライナ州、2% の確率でサウスカロライナ州、1% の確率でウェストバージニア州に着弾することが判明しました。他にも着弾する地点が存在する可能性があるため、以降の SCP-1475-JP-13 の使用は禁止されます。